こんにちは、まさに6494です。今回はドラゴンクエストライバルズのダークパレス杯の結果発表やっていきたいと思います。私はダイヤモンドランク5ですね。ここまで行きました。次回、10月は闇の大魔王杯ですね。プラチナ5からなるので、まあ、毎回なんかダイヤモンドクリアすればいいかなっていうちょっと下手った感じの始まりですが、まあそんな感じでですね、ランクがダイヤモンド5まででした。まあ最低条件はやったかなという感じですね。まあ次回もダイヤモンドまでとりあえず行けばいいかなっていうイメージでやっていきたいかなと思います。で、なるべくまあ、カードが安定してきたら、ゼシカ以外のキャラクターも使っていこうかなとは思っております。はい、ということでですね、今回は、ランクマッチ9月の結果発表について、やっていきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。